ピリッピカまたはフィリッピカは特定の政治家などを非難するための激しい攻撃演説を意味する。デモステネスが紀元前4世紀にピリッポス2世に対して言った数回の演説が由来である。キケロは紀元前44年と紀元前43年デモステネスの演説を意識的にモデルとしてマルクス・アントニウスを攻撃する演説を行った。 現存するブルトゥストの書簡が本物だとすれば、少なくとも5回目と7回目の演説は、当時から、フィリッピカと呼ばれていた。アウルス・ゲッディウスはそれらの演説を、アントニアン・オーレーションズと呼んだ。皮肉なことに、デモステネスの演説はこうをそうせず、ピリッポス2世の息子アレクサンドロス3世が東方を、征服することになった。カエサル暗殺後、キケロは暗殺者らが、 アントニウスも暗殺してくれなかったことを残念があり、アントニウスの評判を落とす努力をすることにした。キケロはオクタウィアヌスが自らの指摘軍隊を合法化したことも擁護した。キケロは全部で14回のフィリッピカを2年未満の期間に行っている。キケロはアントニウスを失脚させること注力したが、オクタウィアヌスがキケロの理想とする共和制への脅威となることを見過ごしてしまい。 結果として、自身の失脚を招くことになった。キケロのアントニウスへの攻撃演説は許されず、忘れ去られることもなかった。結果として、プロスクリプティオに名前を講示され、紀元前43年に殺された。オクタウィアヌス、アントニウス、レピドスの第二回三党政治に反対する者への、見せしめとして、彼の頭部と手はフォルムロマヌムで晒された。 デモステネスはフィリッピカを行ったせいで殺されることはなかったが、後に反乱を起こし自害した。帝政ローマ紀の歴史家タキトゥスは、キケロを有名にした業績として、カティリナ弾劾演説などと共にフィリッピカを挙げている。ありがとうございます。